新生代、新生代、新生代は、古生代、中生代、新生代と分かれる、地質時代、県生代の大きな区分の一つである。約六、五百万年前から現代までに相当し、恐竜、海中では、アンモナイトと海生爬虫類が絶滅した後、哺乳類と鳥類が繁栄したことで特徴付けられる。新生代は、第四季、新第三期。 古代三期の三つの木に区分される。また、新大三期と古代三期を合わせた地質時代を非公式な用語として、第三期と呼ぶことが許されている。古生代に存在した超大陸パンゲアは、中生代に分裂し、各大陸は移動し始める。新生代が始まった時には、オーストラリアと南極大陸は一つになって、南半球にあり、ユーラシア、アフリカ、 南アメリカ、北、アメリカ、インドの各大陸は海を隔てていた。南アフリカから分かれて北上していたインド大陸は、約4000万年前にアジア大陸に衝突、ヒマラヤ山脈やチベット高原の上昇が始まる。約3800万年前にオーストラリア大陸と南極大陸が完全に分離し、約2000万年前には南アメリカ大陸と南極大陸も離れて、 南極大陸が完全に海で囲まれる。インド大陸はアジア大陸に衝突した後も北上を続け、アジア大陸の内部に約 2000km も突入したため、衝突地点のヒマラヤ山地や背後のチベット高原は、その下に潜り込まれたインド大陸に押し上げられ、隆起した。隆起しつつある。ヒマラヤ山脈では鉱山に対する激しい侵食による岩石の風化が継続している。 約350万年前に南北アメリカ大陸の間にパナマ地峡ができて大西洋と太平洋が分離された。中生代の地球環境は温暖であったが、新生代に入ると地球は徐々に寒冷化してゆき、古代三期の前身要因後は南極大陸に氷床が発達しに入る。動物は新生代の始まりである KT 協会を境に、 中世代に栄えた大型爬虫類の多くが絶滅し、地上は哺乳類と鳥類の適応分散が始まった。植物では中世代白亜紀に生まれた騎士植物が全世界に広がっていった。古代三期は約6,500万年前から約2,300万年前までの時代で暁月新生、死神魚、全神魚からなる。気候は温暖であった。 白亜紀半ば以後徐々に低温化していったが、約3400万年前の主神与と全神世の境界時代に南極大陸に巨大な氷床が形成された。これ以後が現在も続いている新生大後期氷河時代である。ケティ教会の事件で中世代に地上、海中、空中に繁栄していた恐竜などの大型爬虫類はワニ類を除いて、 ほとんどいなくなった。新生代は哺乳類と蝶類の適応放散が起こった。小型恐竜の一部から派生、進化した蝶類はすでに白亜紀において空中でも陸上でも翼竜や恐竜とごして生活していたため当初は哺乳類より有利であり、古代未期最初、赤新生の最大の捕食者は鳥のディアトリまであった。古代三期が始まった時の哺乳類はほとんどが 草食や昆虫食で、大きさも、ネズミほどのものが多く最大のものでも猫程度で、あったが、爬虫類がいなくなった地上に適応た体も大きくなってゆく。哺乳類は赤月新生から、四神魚にかけて第一次適応放散の後、全身魚で二度目の適応放散を行う。現在見られる、哺乳類の多様性は、全身魚から始まった。すなわち現代型のクジラ。 月詩類のリスネズミ、蝶尾類のゾウ、霊長類のシンサル類、いわゆるサル、キヒズメ類の馬や、サイ、タマヒズメ類のイノシシやラクダ、食肉類のサーベルタイガーやクマなどが全新世に現れた。なお新生代はじめオーストラリア大陸は南極大陸、南極大陸が南米ともつながっていたがとのみ、つながっており、他の大陸とは海を隔てていたため、これらの哺乳類、新獣類とは、 系統が異なる炭鉱類や有体類が敵を放散していた。オーストラリア大陸の生物の特殊性は人類がオーストラリアに渡るまで継続した。同じように他の大陸と離れていた南アメリカには北米と繋がるまで一部の魔獣類と有体類が繁栄した。赤月新生末の約5500万年前に突発的な温暖化が起こり、 海洋の中層から低層に生息していた有効虫の35から50%が絶滅した。この時海洋深層水の温度は5摂氏7度、気温は6摂氏8度上昇し5万年から10万年かけて元に戻った。原因として当時の海底に大量に存在していたメタンハイドレートが誘拐し、数千年の間に炭素量換算1500ギガトンのメタンガスが 大気中に出され、メタンによる温室効果と、その後メタンが酸化されてできる二酸化炭素による温室効果が想定されている。またこの時メタンが放出されたとされる地形が、北、大西洋のノルウェー沖で見つかって2004年に発表されている。1500ギガトンという温室効果ガスの量は、産業革命以来人類が発生させてきたに、酸化炭素量と今後発生させると予想されるに、 三化炭素量の合計に匹敵するとされていい。新第三期は約2300万年前に始まったが、次の第四期との境界は議論が多く、現在のところ約258万8000年前までとされている。新第三期には中心与と先進与が含まれる。古代三期に隆起し始めたアルプス山脈やヒマラヤ山脈が新第三期には高山となった。 特に雨量の多いヒマラヤ山脈では、激しい侵食が起こって、大量のカルシウム塩が海に供給され、このカルシウム塩が効果的に二酸化炭素を吸収したため大気中の二酸化炭素量が史上最低のレベルまで低下した。前時代の前進よに、南極に氷床ができたが、約1200万年前からさらに寒冷化が進行し、約350万年前には、 北半球にも氷岩が形成された。新第三期の前半の中心よには、現代の哺乳類のほぼすべてのグループが出現した。また種の数や個体数も現在よりも多かったと、みなされている。海中では、クジラ類からイルカ類が生まれ、樹上生活の新サル類の中から類人ザルが現れた。タマひずめ類の適応放散が進み、イノシシ、ラクダ、鹿、牛、 キリンがオーストラリアと南アメリカを除く世界に広がった。長尾類のマストドンも現在のゾウの分布より、はるかに広い範囲に生息した。食肉類は犬、猫、イタチ、クマが揃ったほか、アシカ、アザラシ、セイウチなどが生まれた。この魔獣類の繁栄は、新代だアイミキの先進世にも続き、ほぼ現在見られる動物と同じタイプの生物が揃った。 約350万年前にパナマ地境ができて、それまで他の大陸から離れていた南アメリカ大陸と北アメリカ大陸がつながった。それまで南アメリカで繁栄していた有体類はオポッサムを例外として北アメリカからやってきた魔獣類との生存競争に負けて姿を消していった。植物界では約700万年前に新しい光合成システムを 持つ植物が現れた。光合成は、シアノバクテリアイライカルビン回路と呼ばれる合成方法が唯一のものであったが、低濃度の二酸化炭素を効率よく利用できる C4 型光合成を有するトウモロコシやサトウキビが生まれた。第4期は、約258万8 0年前から現在までの期間。第4期には、更新予と関心予が含まれる。 第4期を通じて南極大陸に氷河が存在し続けているため、第4期は氷河時代である。第4期は北米やヨーロッパの大部分が氷床に覆われる寒冷な氷期と現在のように比較的温暖な摩氷期が交互に訪れ、非常に短期間に大きな環境変化が繰り返し起こった時期である。最も新しい氷期の最盛期は約1万8000年前であり、 平均気温は今より6摂氏7度低かった。第4期の表記と魔表記の推移の周期性を調査したところ、地球の光転軌道の離心率の変化、10万年周期、自転軸の傾きの変化、4万年周期、さらに自転軸の再作運動、2.3万年、内し時、8万年周期と一致することが分かった。これらの変化によって、 北緯55度から北緯65度の地域における夏の日射量が減ったことが表記が始まるきっかけとなっている。この表記と魔表記の周期性はこれを数学的計算によって予言した科学者にちなんでミランコビッチサイクルと呼ばれている。第四期は人類の時代とされる。人類は樹上生活していた霊長類のうちアフリカに住んでいた類人ザルから派生した。 約440万年前のエジプトの地層からルイジンザルと分かれて直立二足歩行したラミダス人の化石が日本の調査隊によって1992から1993年に発掘され、その後ラミダスエンジンの亜種は約580万年前まで遡ることが判明した。ラミダスエンジンの次にアウストラロピテクス・アファールエンジンが登場する。 アウストラロピテクスの化石は、エチオピアや南アフリカの約250万年前マイナス350万年前の地層から見つかっているが、骨格化石や足跡の化石から確実に二足歩行していたことが確認された。歩行から解放されたアウストラロピテクスの手は物を掴んだりする以外に、石を加工して石器を作ることができるようになった。アファールエンジンから二種のエンジンが派生した。 硬い植物を食べるために頑丈な顎を発達させたエンジンと肉食による動物性タンパク質の摂取によって脳を発達させ石器を活用したエンジンである。前者は約100万年前に全て絶滅してしまい、後者の系統のホモ・ハビリス、脳用石は 600ml あってチンパンジーの300から4 0 0ミリリットルよりはるかに大きいが現在の人類続いている。 次のホモエレクトスは農用石を8 5 0トルに増やし生存場所もインドネシア、ジャワ原人約20から100万年前や中国、北京原人約35から50万年前に拡大した。ヨーロッパでは少し遅れて約3万から25万年前の地層からネアンデルタール人が見つかっている。原世人類のホモサピエンスは ミトコンドリア DNA 分析の結果から約20万年前のアフリカで生まれとされる。ホモサピエンスは厳しい表記の気候にも適応して世界各地に生存領域を広げていった。ホモサピエンスは約10万年前にアフリカを出て中東に達し北のヨーロッパへ向かったグループと東に向かったグループに分かれた。東に向かったグループは南アジアを進み、 インドネシアの当初図体にオーストラリアに達し、約5から6万年前有袋類のみ世界であったオーストラリアを改変した。インドから東へ向かったグループは中国を経由して、シベリアには約2.5から3.5万年前に到達。さらに氷河に覆われたベイリング海峡を渡って約1万2000年前にはアメリカに到達した。集団で効率的に狩りをする。 ホモサピエンスは、地上で最強の狩猟者であり、多くの動物を狩猟の対象とした。多くの大型動物が約1万年前に、絶滅したが、ちょうど表記から魔表記に移行する時期に相当し、気温の変化により、植生が変わって、食物等がなくなって絶滅した種もあるが、人類によって滅ぼされた種もあるとみられている。最近数百年間でも、銅銅や、 ステラー海牛などのように人類によって短期間に刈り尽くされた種がある。第4期の哺乳類全体の傾向として、新第3期に比べて種や個体数が減少したことが挙げられる。長尾目は一時オーストラリアを除く全世界に分布したが、現在はインドとアフリカに2種を残すのみ、キヒズメ類の際も原生種は5種、同じくキヒズメ類の馬類も種数を大幅に減らした。 長い間、第四期の定義は確定しておらず、議論の的となっていた。国際地質科学連合、IX による改定作業が進行する中、地質科学関連学協会連合、日本地質学会など日本における関連学会の合体では、1989年に発表された次のものを正式のものとして当面これを使用すべしとしていた。その一方で、 第四期の専門家の間では、当時、先進世の最後期とされていたジェラシアンを第四期に、含め、第四期の始まりを二百五十八万年前の、ピアセンジアン・ジェラシアン、ピアセンゾヤン・ジャラスヤン境界とするのが、一般的となっていた。氷河時代がこの頃始まっているなど、第四期を特徴づける気候変動が起こっているからで、ある。第四期の専門家以外、 特に第三期の専門家は、公式の区分通り、ゼラシアンを第三期に含めることが多い。この不一致を解消するため、時代区分の改定作業が進められた。2004年、アイックスは新しい改定作業を開始し、第四期を廃止し、新生代を新第三期、古代三期の二つの期に分けた時代区分を発表した。ただしこの区分は、 同年の万国地質学会、IGC では批准されなかった。新しい新第三期は、第四期に含まれていた時代を含む。そのため、新第三期という訳語は紛らわしく、新第三期、古代三期の新しい訳語を作るべきだという意見も、多いが、定約は、まだない。カタカナでネオ人、パレオ人と書かれることもある。2004年の改定案に対して、 国際第四期学連合、インクアなどから反対が起こったため、アイックスの下部組織である、国際創助委員会、X の第四期創助小委員会、XSQS とインクアからなる合同、無で、調整が図られ、2005年に、新しい提案がなされた。新世代を、新第三期、古代三期に分けることは、アイックスの提案と同じである。しかし、第三期、 第四期は、新生代を、新第三期、古第三期とは別の境界で二つに区分する、アダイとされた。新しい第三期と第四期の境界は、従来の新第三期と第四期の境界だった181万年前の先進予、後進予境界から、258万年前の先進予ピアセンツィアン・ジェラシアン境界に移動させられた。これは、 第四期の研究者の間では258万年前を第四期の始まりとすることが多いことを反映させたものである。しかし、2005年の案は伝統的な階層構造と適合しないため、アイックスに拒否された。それに王子インクアは2007年5月、新しく次のような提案をし、イックスも承認した。第四期をアダイではなく正式な期とするが、 範囲は2005年の提案と同じに広げる。それに伴い、階層構造を維持するために更新予も広げられる。つまり、従来、新第3期先進予に含まれていたジェラシアンは第4期更新予に移される。2008年の第33回万国地質学会議で調整が図られ、間もなく正式な結論が出ると見られている。 2007年のインクア提案と2008年の IGC での討論会を受けて X における議論と決定が急速に進んだ結果2009年6月30日に IX 執行委員会は新たな第4期の定義を批准した新しい定義ではとされたこれにより第4期の地位と定義に関わる問題は解決した楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。